結果出してもらおうか。本当そうっす。おお。ブルペン入ることもありますし、たまに投げたくなります。二刀流やろうよ。本日は、大島選手と高橋周平選手と根尾選手の自主トレを見に、この、日本生命硬式野球部の、グラウンドの方に来ました。すごい、見てください。大島洋平、オーダーグラウンド防水シート10枚ね。他トップレベルで、活躍されているので、やっぱりこの自主トレ期間中にどんなことをしているかっていうのがね、皆さん知りたいと思うんですね。今日はそれをちょっと少しでも皆さんにお伝えできるように、今から室内練習場で今日練習しているって聞いたので行ってみますか。広っ。てかあったか、あったかくない？あ、やってますね。大島選手、周平選手、ちょっとはい、キャッチボール聞いてきます。失礼します。大島選手やってますよ。これは周平選手もやってますね。マジで YouTuber だ。どうですか、ここまでお二人。いや、まあ、順調ですよ。順調、はい、順調です。順調、はい、じゃあ結果出してもらおうか。本当そうっす。おお、結果出してもらわないと困りますけどね。今年天国か地獄か。去年は、え、去年ですか。うん、去年はまあ地獄と言うほど、まあ地獄ですけど。まあ本当、今年ですね。キャッチボールって何意識してるんですか、お二人は。あんまり、まあこの時期はとにかくまずは肩作らないといけないんで、うん、まずは元の感覚に戻す感じで。とりあえず僕はもう肩痛から肩痛から始まるんで、ピッチャーやね。それを取ることからまず始めます。ピッチャーやね。肩痛から始まるんで。でもちゃんとスパイク履くの偉いですよね。これね、社会人野球の子ってね、履かないんですよ、スパイク。いや、偉いなと思いますね。キャンプ入ったら、うん、ずっとやっぱスパイク履きっぱなしなんで、うん、なるべくちょっと履けるタイミングの時は履いて動いとかないと。これもっと言ってください。足がやっぱ慣れないようやっぱキャッチボールでもちゃんと履ける時はスパイク履いて、はい、キャッチボールするべきですか。そうですね、野球やる時に乱手で野球やることないんで。こんなヤシのキャッチボールは初めてなんですけど。でもピッチャーほどやっぱりそんなに投げるっていうことに意識が薄い、さすがにちょっと薄いと思うんですけど。肩作るとか、はい、遠投とかもじゃあしない。いや、たまに入れます。もう本当にあったかい日は外でも全然ここグラウンド借りれるんで、そういう時に外でちょっと長めに投げたりとか。タツがまだ残ってます。え、周平選手あれですか、シーズン終わったらキャッチボール あれですか。しないですね。しないんですか。はい、するとしても壁当てが結構多いですよ。壁当て、はい、とかマシーンとか、マシーン取って投げる。あ、え、吉見さんはどこ意識してキャッチボールしてたんですか。まあ、しっかり立つってことはまずしっかりやってましたね。あ、はい、まずスタートは、はい、で間合いだって投げ終わった後もしっかり片足で立てるように、はい、まあ、ドックが狂っちゃうと、あ、最初のポジションみたいな、そう、で移動もできないと立てなくなるんで最後が、はい、しっかり立つっていうことを意識してやってます。最初がずれると最後もずれるみたいな。そう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 、あ、そうなんだ。一緒っすね。やっぱいいボール投げるわ。ちょっと待ってください。こんなピッチャーの人に言われないようなボールじゃないですよ。あっちはやばいですけどね。知ってる。
君さん、僕のピッチングフォーム見てもらってね。ガバ開きやんけ、お前開き。左手、左手。左ですね。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。どうなの？失礼します。どうなの？いやもう、体がきつすぎて、うん、野球も順調なんですけど、一番は体ができてきてるので。大きなったよね、体。はい、4キロ。すごい。まあでも今年ね、頑張らんとね。はい。もう外野1本でしょ。はい。どこがライトもいます。グローブもね、外野強い。はい、これちょっとちっちゃめなんですけど。キャッチボール何で指揮してますか？キャッチボールは、なんですかね、あまり強さを求めずに、しっかり、まっすぐ、まっすぐのこの中に入れることだけ、あの、吉見さんのキャッチボールを目指して、こう、こういうキャッチボールを目指して。ありがとうございます。ピッチやりたいとかないの？でも、ブルペン入ることもありますし、うん、たまに投げたくなります。ごめん！大丈夫です！てかさ、もしっていうかさ、二刀流やろうよ。ピッチャー、センター、ライト、ネオ君に暮らすピッチャーって感じでさ、高校野球か。でも、投げれる準備をいつも。いつ行けって言われてもいい準備はしてます。だって、面白いやん、それを見てる方が。一人だけとかさ。いいボールだね。ありがとうございます。出来上がり具合はもう、結構強い。もう肩休めずにずっと投げてるので。あ、やばい、右か。体が全然しならない。簡単で追い込んでるんだ。トレーニングは特に何をしてる？トレーニングはもうウェイトも上下そうなんですけど、うん、あまりうまく動いてないので、動ける、まず可動域作ってからしっかり動かして、その後にウェイトして野球する。やっぱ野球選手の球筋って違うよね。周平もすごいもん。おい。あ、でもね、すごい手本のある選手、先輩がね、はい、球団もそうだし、ね、ドラゴンズやっぱ長くやってる大島選手だったり、はい、レギュラー出てる周平選手がいるんで、吸収できるものいっぱいありますよね。たくさんありますね。なんかあの先輩の助言とかってあるんですか？でもバッティングとかでもめちゃくちゃありますし、結構僕がこういう形で打ちたいですっていう風に言った時に、それは今の段階でできないから、そう簡単にこういうことを意識してみたいな。今年は補佐10をしてる。いいね。大体どれぐらいいくの？1年間でレギュラー出てる人とか多い。去年鈴木誠也さんが10何ぼって言ってたの。あ、じゃあ10ってすごいんだね。ぐらい目指して。僕はね、去年から解説者をしてて、はい、ね、ドラゴンズ戦の試合を何度か解説するんですけど、はい、やっぱりネオ選手の期待度が誰よりも大きいんで、はい、ありがとうございます。まあ、それを、ね、プレッシャーに感じず、はい、活躍してほしいなと思いますね。ありがとうございます。でかい。マジで。ちょっと後ろ立っていい？あ、気づかないで。シュウさん取ってよ。大丈夫です。それじゃあノーアウト満塁打たれへんぞ。おう。え、外野って去年、はい、
どこが一番難しいとかあるの？どうですかね。もう基本3つとも難しいと思うんですけど、うん、センターでもちょっと守りやすいな。センター、はい、情報フェアなんで、あ、見やすいなって思いました。なんでライトって言ったの？すいません。去年よりは感じいいの？めちゃくちゃいいです、ね、なんていうの、技術的にも、はい、メンタル的にもというか、はい、いい感じ。去年は陽平さんのトレーニング1年目で陽平さんすげえなーで終わってた自分がいたので、今年はなんでそれをするかって分かった上でトレーニングに取り組めるので、ね、進歩してる感じがあります、ね。めっちゃ開いてます。あの吉見さんもさっきからめっちゃ言われてます。いやから肩痛いから。詰まっちゃう。いくぞ。プロとアマチュアって差がつかないよ、ね、こう見たらボールの質が、え？ボールがいいんだよこれ。危ない、ラストキャス。いや、あの社会人のとこ投げやすいっすよ。投げやすい、投げやすい、しっとりするよね。はい、わかる。ここ来ていつもキャッチボールたまにない時使っちゃう。めっちゃ投げやすい。社会人のピッチャーぐらいあります？いいんじゃない？球質が違う。ちょっとグローブダメっす。なんでその色なの、いつも。え、かっこいいか。かっこよかったから。いや、で、いや、1年間これ使った時、エラーゼロだったんですよ。だからもう、まあ、原価ついでみたいな。で、革も良かったし、まあ、一番こだわるのはやっぱ革っすね。質感もう。え、これは去年のグローブなの？これ去年です。で、今年のやつはちょっと今まだ頼んでて、あ、まだ来てない。ちょっとモデルをちょっと一新しようと思って。外野手でさ、あのみんななんていうの、このこうするやん、グローブ、あの小指の方2本入れる。あ、はい、それはみんなそう多いですね、結構。はい、僕はそっちの方が好きですけど。ピッチャーでもいるじゃん、祖父江投手とか。はい、もうでも好みじゃないですか、あれは。もう僕はもうこっち慣れちゃってるから、昔からこうなんで。あと、まあ、しっかり取った感じが、ね、ここにスパンって入る、うん、あの冬でも痛くない。周平選手、何かありますか？最後の最後でさ、ずっとスラッガーでしょ。それのおかげで引っかかった。いや、アジアスも使ってたんですよね。はい、最近はずっとスラッガー。うーん、こだわりは別にないんですけど、まあ、ちょっとサードにはちっちゃいですね。でだよね、はい、サードってもうちょっと長いイメージが、はい、あとはここっすかね。普通は多分この3本入ってないんですけど。あ、だね。はい、こうなんか補給面を記録したいんで、うん、なるほど。3個入れてるぐらいですかね。あ、それ自分で言って。一応あの辻とじって言うんですかね。辻さんが考えた。あ、辻子さん、はい、はやってるぐらいですかね。根尾選手、何かありますか、こだわり。いや、僕は去年のグローブと大きく変えて薄くしてもらって、あれを分厚さを。そうです。で、去年楽天生命パークで、あのここが引っかかって、自分で引っ掛けてこう怪我してしまったんですよね。
指先までこう、なんていうんですかね、触った時にこうボールが触れてるのが分かるようなグローブを目指してやったのと、あんまりもともと内野のグローブでやってたので、あんまり深いグローブが得意じゃなくて、僕は5本入れてて浅いところからこう当てていってる感じです、ね。ああ、大島選手はでもこっちに、上さん多分こうなんですけど、ね、僕は5本でしっかりこうやって掴みたいので、僕は5本でやってます。このスリーブのあれは何なんですか？これはもうずれないようにっていうのと、そうですね、安定するのでつけてて。そうなんや。こうなってなんかソフトボールの選手がそれやってるのが多いかなって。そうなんですか。でもすごいフィットします、ね。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。今から何するんですか？今からノックノックね、はい、オッケー。